ジェームズ・ウッズはイギリスのフリースキーヤー。ウィンター、X ゲームズのスロープスタイル種目で2つのブロンズメダルを獲得。全部の怪我を抱えながらもソチオリンピックにはイギリス代表としてスキースロープスタイル種目に出場し5位。2015年の FIS ワールドカップニュージーランドウィンターゲームズニュージーランドフリースキーオープンではスロープスタイル種目でゴールドメダル。 故郷の近くにあるブラシでできた人工スキー場、シェフィールドスキービレッジでスキーを学ぶ。2007年から2011年の間にスロープスタイル種目の国内大会で5回チャンピオンに輝く。2011年に開催されたウィンター、X ゲームズのヨーロッパ大会でブロンズメダル。同じ年にストックホルムで開催されたキングオブスタイルでは8位。 フリースタイルスキー世界選手権でも8位。2012年4月にウィスラーのブラックコムで開催されたワールドスキーイングインビテーショナル &AFP ワールドチャンピオンシップスでは2位。2012年から2013年に世界各地で開催されたフリースタイルスキーワールドカップでは2度優勝。2014年に開催されたソチオリンピックでは練習時に 全部の怪我をする者の出場しごい。サロモンクイックシルバーモンスターエナジー。ありがとうございます。